加藤勝也から1921年11月5日は、明治時代のクリスチャン、政治家、教育家、宗教家である、加藤敏子の長男。越後国板や沢村に造林を代々官業とする、王将や加藤雄治、敏子の長男に生まれる。明治12年、新潟県会が設立されると、最年少25歳で当選する。以降、8回当選する。その後、 自由民権運動に参加する。明治十六年に高田事件で山際七氏と共に投獄されるが免訴される。1884年大阪事件で入獄する。1884年5月に妻久さ子と共に村上教会でアメリカンボードの宣教師 RH デイビス、宣教師より洗礼を受ける。それ以降、月屋橋教会や市ヶ谷教会で長老を務める。 日本キリスト教会伝道局長を務める。明治20年に安倍金次郎、成瀬二蔵と共に北起人になり、新潟に北越学館を設立する。加藤が初代館長士就任する。アメリカ合衆国アマースト大学を卒業した内村勘蔵が明治21年5月に帰国すると新島城の仲介で仮教頭として招聘する。北越学館事件による内村は、 わずか4ヶ月で辞任したので、後任に松村海石を招聘する。また、東京都のはずで母親敏子が経営していた女子独立学校の理事や明治学院の理事なども、務める。1890年には、帝国議会の開設に際して、第1回衆議院議員総選挙に、新潟2区から立候補して当選する。以降、3期衆議院議員を務める。 1898年に母としこが死去すると、勝也が公主になり、内村勘蔵が校長になる。明治32年に引退して、村上へ転居する。新潟では、上越線を整備したり、新潟新聞社の創設に関わったりして、新潟の経済界に貢献する。大正10年村上で死去する。子に、加藤隆、加藤七郎。山形県省内の省屋。 千葉家の娘、久との間に七男救助、七男七女、を設けた。ありがとうございます。